パンチもキックも効かねえ。クマでも相手にしてるみてえだったぜ。黙ってねえで、お前も少しは考えろ。どんなやつでも弱点はきっとある。あいつの拳法を。ああ、なんか珍しい構えをしていやがった。あんな構えは見たことがない。技の中にも動物みてえな動きがあったな。やつの使っている拳法が分かれば対抗策が見つかるかもしれない。誰か拳法に詳しいやつはいねえのか。拳法に詳しい人、許さんを訪ねてみよう。生薬。それす。キョさん。おう、まずは手合わせだ。話はそれからだ。はっ、
たせんせいおんふおんはっせいとははっふっはっせいふせいふいところで何の話だ。憲法のことで知りたいことがあるんです。うん、言ってみろ。変わった構えの憲法で、ほう、頭を下げ後ろに大きく腕を上げた構え、何の憲法か分かりますか。分かんねえ。動物の動きが入っていました。そんだら簡単だべさ。猿なら猿犬、鶴なら鶴犬、トラならトラ犬、ヘビならジャ犬、キリンならキリン犬。わかりました。もういいです。許さんの知り合いに憲法に詳しい人はいませんか。いるよ。オラの師匠だ。許さんの師匠んだ。その人を教えてくれませんか。バイ千四郎氏だ。港に行けば会える。ありがとうございました。また手合わせしてくるろ。はい。すみません。いや、迂回見物かね。いえ、聞きたいことが。バイさんがどこにいるか知りませんか。バイさん、お客さんだ。あそこにいるんだが聞こえんようだ。わかりました。ありがとうございます。すいません。うん、わしに言おうかの。バイさんがどこにいるか知りませんか。バイか。バイならほれ
あそこじゃよ。ありがとうございます。バイ老師。なぜ老師などと。巨さんの師匠だと聞きました。巨を知っているのか。はい。何の用かな。憲法のことで知りたいことがあるんです。憲法のこと。変わった構えの憲法で。おお。頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え、何の憲法か分かりますか。それを聞いて何とする。俺の知り合いがレッドスネークにさらわれたんです。レッドスネークだと。そのボスが使った憲法を知りたいんです。それが分かれば弱点も必ず見つかる。その知人を救出するために戦うつもりというわけか。憲法の技は一朝一夕にはなし得るものではないことはお前さんも分かっているだろう。よほど切迫した状況ということか。お願いします。知ってるなら教えてください。いくら技を教えたところで使える基本がお前さんにあるのかどうか試してください。お願いします。それでは一つ手合わせでも楽しませてもらおう。風を跳ねれば水も跳ねる。これすなわち自然のこと。逆らうことは無理というもの。柳に風、流れのままに。その昔、憲法の修行が禁じられた時代があった。しかし人間とは面白い。お上の目が届かぬ様々な場所で修行を集まれた。その一つがこうした船の上、こうして後のように南拳は受け継がれた。軍風が足りん。あの老師。軍風を積んでまた来なさい。いつでも手合わせをしてやろう。ありがとうございました。シェンファー。何、リョウ。港にいた鵜飼の漁師を覚えているか。鵜飼。ああ、長部に着いた時に見た。あの人は憲法の達人だった。憲法の達人。そうなの。ああ。それで力を貸してくれたの。いや、手合わせをしたけど君風が足りないと言われて何も教えてもらえなかった。そうだったの。どうするの、リョウ。君風をもっと積むしかないのか。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。
ちょっとあん、はい、今日の宿代払っておくれよ。手持ち、いえ、ん、まあいい。あの鵜飼の親父が老子だって？人は見かけによらねえもんだ。それであの化け物の拳法は分かったのか？それが答えてはくれなかった。鵜飼の親父は知ってるのか？分からない。老子と手合わせをして功夫が足りないと言われた。教えても無駄だと。バカ野郎、クンフーなんざ足りなくたって勝てるときゃ勝てるんだ。そうか。待てよ。おい、クンフーができる場所ってどこだよ？武漢とか道場だと思う。そうか、憲法に詳しい人がいるかもしれない。よし、クンフーができる場所を探すんだ。ああ、すみません。修行ですかな？いえ、聞きたいことが。聞きたいこと、何でしょう？憲法のことでなんです。ほう、憲法のことでしたら何なりと。変わった憲法の使い手が。変わった憲法？はい、構えに動物の動きが入っていました。動物の動き？はい、その憲法が何なのかを。その憲法の使い手とはどこの何者です？え、それはレッドスネークの大男が。レッドスネーク。最近彼らと戦っている若者がいると聞きましたが、あなたでしたか？ええ、まあ。無謀です。あなた一人で立ち向かえる組織ではありません。はあ、しかし。関わらないことです。そうですか。
すみません。いらっしゃいませ。長部の新名所木人喫茶へようこそ。クンフーができる場所を知りませんか？クンフーですか？よくぞ聞いてく。え？当店にはクンフーの練習ができるサービスがあるんです。詳しくは店長がご説明します。ありがとうございます。クンフーとコサンダはクンフー。いや、そうかい。また来てくれ。すみません、クンフーができる場所を探してるんです。当店詳しくは。ありがとうございます。クンフーとコサンダはクンフー。いや、そうかい。また来て。すみません、クンフーができる場所を探してるんですと。詳しくは。どうも。すみません。いらっしゃい。木人喫茶へようこそ。憲法に詳しい人を知りませんか？どんなことだい？動物の動きがある憲法について。動物の憲法か。悪いけどそっちは詳しくないんだ。木人と軟犬なら詳しいんだけどな。店に来るお客さんで詳しい人はいますか？さあ、ちょっとわからないな。悪いな、力になれなくて。いえ。せっかく来たんだ、クンフーの練習していかないか？マホなら無料だよ。マホか。バイ老師にクンフーが足りないと言われたからな。やっていくか。木人喫茶なら憲法に詳しい人がいると思ったんだが。どうしたんだい？あの、ここの他に憲法家が集まりそうなところを知りませんか？それならやっぱり6号館じゃないか。あそこには憲法の先生が何人かいて教わりに行く人も多いからね。6号館ですか？キョさん。おお、あんたか。バイ老師には会えたかい？会えたんですが、クンフーが足りないと言われました。
あの憲法が何かもわからないままです。そうかね。ここに来れば誰か憲法に詳しい人がいるかと思ったんですが。ご覧の通りだ。今はオラしかいね。そのようですね。そんながっかりすんなよ。せっかく来たんだから手合わせでもすんべ。はあ。バイ老師からクンフーが足りねえって言われたんだろ。はい。そんだらあそこで魔法ができるからやってったらどうだ。そうですね。やめておこう。ここに憲法に詳しい人はいないようだ。どうした。あのここの他に憲法家が集まりそうな場所を知りませんか。ほら、たまに木人喫茶に行くけどな。木人喫茶にはもう行きました。もう行ったのかい。はあ、あんたも好きね。はい。あの他には、そうだ、知ってるんですか。どっかに憲法家が掛け試合やってるとこがあるって聞いたことがあるぞ。ストリートファイトっちゅうの。掛け試合ですか。それはどこに。知らんね。そうですか。ちょっといいかな。何？憲法家の集まる場所を知らないか。この先に木人喫茶ってか。他にはどこか知らないか。じゃあ6号館は？6号館にも行ったんだ。そう、じゃあちょっとわかんないな。わかった、ありがとう。
すみません。はいはい、いらっしゃい。お兄さん食べてく？それともお持ち帰り？憲法家の集まる場所を知りませんか？憲法か、ちょっと思いつかないわね。憲法のことって詳しくないの。ごめんね。そうですか。すみません。なんだねお前さん、骨董に興味があるようには見えんが。聞きたいことが。憲法家の集まる場所を知りませんか？そういや、名店街の下の方に闘技場があるらしいな。え？詳しいことは知らんが、憲法家もいるんじゃないかな。ありがとうございます。すみません。よお兄ちゃん、観光だろ？っていうか遊びに来たんだろ？憲法家の集まる場所を知りませんか？木札買っちゃえよ。あとはパーッと遊んっていうか。いや、俺は人間遊ん金ってのは。はあ。すみません。あら、素敵な鬼、ゆっくり見て。憲法家の集まる場所を知りませんか？あら、道を聞きに来ただけ？お兄さんと仲。あの、ローズガーデンなんかどう？え？ストリートファイトをやってる場所よ。むさい男ばかりだから見に行かなかったけど、お兄さんが出るなら見に行こうかしら。場所はね、そこの路地を入った先よ。ありがとうございます。すいません。お、やるかい兄さん。あの、聞きたいことが。ごちゃごちゃ聞くよりやった方が早いよ。さ、上がんな。ほれ。憲法に詳しい人を探してるんです。憲法に詳しいやつ？そんなの探して何しようってんだ。変わった構えの憲法を見たんです。変わった構え？はい、
技には動物の動きが入っていました。それが何という剣法なのか知りたいんです。なるほどな。誰か知りませんか？心当たりがなくもね。本当ですか？教えてください。なら俺あかんな。え？勝ったら教えてやるって言ってんだよ。知りたいんだろ？わかりました、やります。よし、じゃあ早速800木札出してもらおうか。木札を800枚ですか？エントリーフィーってやつだよ。勝てば増えて帰ってくるぜ。ほれ、これを。よし、そんじゃ追っ始めようぜ。さあ本日のスペシャルバウトだ。どこのドイツか知らねえが、命知らずの風雷棒がやってきたぜ。対戦するのは鳩場で鍛え抜いた最強の喧嘩殺法、狂気の現し、八段李風丹無鱗。木札だ。どうも。それで、なんか用か？憲法に詳しい人を教えてください。憲法に詳しいやつ？はい、心当たりがあると。ああ、そのことか。教えてください。そういうことならそこらの武術屋で聞きな。え？憲法の流派だの技がどうのなんて、この俺が知ってると思うか？はあ、そういううんちくは武術屋に行きゃわかる。心当たりってのはそういうことさな。そうですか、わかりました。すみません。よう、いらっしゃい。憲法のことで知りたいことがあるんですが。いいぞ、武術のことなら何でも聞いてくれ。変わった構えの憲法を見ました。その憲法が何か知りたいんです。ほほう、それにはどんな特徴が？基本は大きな動きで、遠くからでも攻撃を仕掛けてくる。構えは？頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え。何という憲法か分かりますか？さて、それだけでは。他に何か特徴は？動物の動きが入っていました。
動物。それならば鶴犬や蛇犬、虎犬などいろいろあるが。動物は一種類じゃなかった。どんな動物が？あれは、あの動きは。蛇の型でした。蛇か。蛇犬という独自に進化した剣法があるな。他にどんな動物があった？あの動きは。猿の型でした。猿か。真意六号剣に後継剣という猿の型があったな。他にどんな動物があった？あの動きは。竜の型でした。竜だと？うん、あることはある。あることはあるんだが、詳しくは知らん。他にどんな動物があった？あの動きは。熊の型でした。うん、敬意剣の中に有形という型があるな。風格は勇猛、豪快、複数の動物の動きあり。うん、その剣法は真意六号剣。真意六号剣。木を練り、呼吸を整えて強力な敬を発する内科剣の一つ。十大剣と呼ばれる十種の動物の型を技の核とする。十大剣。多分あんたはその中のどれかを見たんだろうな。その剣法はどんなものなんですか？真意六号剣は実戦で最も強い剣法の一つと言われる。勝つにはどうすれば？遠距離からの攻撃は絶大だ。だが豪快な動きには隙もできる。接近し短い間合いから強力な技を放てば、あるいは接近して強力な技を。八極拳の奥義なら勝てるかもな。その奥義とは？奥義書があればわかるんだが。八極拳の奥義書。あいにく今置いてなくてね。すいません。よう、いらっしゃい。武術のことなら何。八極拳の奥義書はありますか？八極拳の奥義書か。うちには置いてねえな。悪いな。そうですか。